35章と36章はイスラエルの将来の回復を取り扱っています。民が平和のうちにあの地に回復される前に2つのことが起こらなければなりません。エドムが裁かれ、イスラエルの過去の罪が裁かれて許されなければならないのです。ここでエドムに予告されている裁きは成就されましたが、これは同時に私たちの時代からさらに将来のイスラエルの敵たちに対して用意されている裁きの予言でもあります。35章はセイルザンあるいはエドムが裁かれ、取り除かれることを扱っています。 このことはイスラエルがこの地に回復される前に起こらなければなりません。エゼキエル書35章1から4節次のような主の言葉が私にあった。人の声よ。顔をセールの山に向け。これについて予言して言え。神である主はこう仰せられる。セールの山よ。私はお前に立ち向かい。お前に私は手を伸ばし。お前を荒れ果てさせ。後輩したちとする。私がお前の町々を廃墟にし。お前を荒れ果てさせるとき。お前は私が主であることを知ろう。 この説はエドムのことを指しています。そしてエドムには岩を刻んで作ったペトラとして知られる町がありました。町は今もそこにありますが、これ以上に荒れ果てた場所は他にはありません。エゼキエル書35章5説。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した。 神様はエドムへの裁きの理由を述べられます。エドムはヤコブの兄弟であったエサウの子孫の人々です。エサウはヤコブの敵の中で最も無常でした。そしてエドムの人々はおそらくイスラエルのどの敵よりも民を築けたことでしょう。エドムは今日のこの世での神様の敵を表し、この敵は終わりの日に反キリストの下で神様に対抗して立ち上がります。 エゼキエル書35章9節私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々は回復しない。お前たちは私が主であることを知ろう。エゼキエルは前にエゼキエル書25章1四から、十2から14節でエドムの裁きに言及しています。神である主はこう仰せられる。エドムはユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け、 復讐をした。それゆえ神である主はこう仰せられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで人々は剣で倒される。私は私の民、イスラエルの手によってエドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに彼らがエドムにことを行うとき、エドムは私が復讐するということを知る。神である主のお告げ。 エゼキエルはなぜエドムに対する裁きをここでも言及しているのでしょう。私は神様がイスラエルの国にご計画を持っておられることを示すためだと信じています。イスラエルの人々は祝福の場所であるかの地に回復されます。彼らは平和のうちにあの地に戻されるのです。ところが敵がまだそこらにいるので神様は敵を裁かれるのです。人々はあの地に戻り神様を礼拝し平和と祝福のうちに生活します。彼らのために何と輝かしい将来が用意されていることでしょう。 36章にはイスラエルがあの地に回復される前にイスラエルの罪が裁かれ許されなければならないことが書かれています。エゼキエリ書36章5節それゆえ神である主はこう仰せられる。私は燃える妬みを持って他の国々、エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思い切りあざけって私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。 神様は悪者が地を受け継ぐことはないと決めておられます。神様はそのことをはっきり示されました。マタイの福音書5章5節。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。柔和な者は今日はまだ地を受け継いでいません。地を占領し、繁栄しているのは彼ら悪い者たちです。この章にはイスラエルの地が回復されるという事実に関する予言が書かれています。あの地をドライブしてみるだけで、この予言がまだ成就していないことがわかるでしょう。とても多くの人たちが予言の成就,成就を 四法八方に見ていると考えたがります。でも神様が彼らをこの地に連れ戻されるとき、この地は祝福されるのです。今日この地は祝福されていません。エゼキエル書36章6から8節それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え。神である主はこう仰せられる。見よ、お前たちが諸国の民の屈辱を与え、受けているので、私は妬みと憤りと思って告げる。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は誓う。 お前たちを取り囲む諸国の民は必ず自分たちの恥を負わなければならない。だがお前たち、イスラエルの山々よ。お前たちは枝を出し、私の民、イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。と書かれています。神様にとっての誓いは私たちのにとっての誓いとは違います。結局のところ神様にとって千年は一日のようなのです。 イゼキエリ書36章16から18節。次のような種の言葉が私にあった。人の子よ。イスラエルの家が自分の土地に住んでいた時、彼らはその行いと技によってその地を汚した。その行いは私にとっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した血のために、また偶像でこれを汚したことのために私の憤き通りを彼らに注いだ。 もう一度この地と人々とは一つだということを強調させていただきましょう。モーセの立法は民に与えられただけでなく、この地のためにも与えられたのです。エゼキエル書36章19節私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いと技に応じて彼らを裁いた。神様は私は彼らを諸国の民の間に散らしたと言われます。でも神様に耳を傾けてください。 エゼキエル書三36章21から23節。私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で怪我した私の聖なる名を惜しんだ。それゆえイスラエルの家に家。神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ。私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間であなた方が怪我した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で怪我され、あなた方が彼らの間で怪我した私の偉大な名の聖なることを示す。 私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主のお告げ。ご覧のように神様はこの地上でご自分の皆を守らなければなりません。今日とても多くの人々が教会とその中にいる人々をあざけています。彼らはあざけるゆえに神様を冒涜します。神様はこの地上でご自分を弁明し、ここでご自分の皆を聖なるものとされます。今日大勢の人たちが神様の皆をみなりに唱えますが、神様は言われます。 そのようなことは闇。あなた方は私の名を敬まうようになる。ご存知のように、この世界は神様の世界なのです。伊キエリ書36章26節。あなた方に新しい心を与え。あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き。あなた方に肉の心を与える。神様はこれから何をなさるのかを語られます。変化が起こるのです。神様はあなた方に新しいこと心を与えられます。彼らは申請するのです。 エゼケール章36章27節私の霊をあなた方のうちに授け、私の起点に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。ヨエルが彼の予言の中で意味しているのはこのことです。神様がご自分の御霊を一部の人たちだけにではなく、すべての肉なる者に注げれる日が来ます。御霊はペンテコステの日に、ほんの一握りの人たちに注がれました。御霊はほんの少しの人々に注がれ、神様は今日、ご自分の皆のために人々を呼び出しておられます。 あなたがキリストに立ち返った瞬間、あなたは精霊によって神聖させられます。あなたのうちには精霊が住まわれ、あなたは精霊によってバブテスマを受けたのです。あなたは信者の集まりとしての体の中に入れられました。その日、私の霊をあなた方のうちに授けると神様は言われます。イゼキエル書36章28から29節あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。私はあなた方をすべての汚れから救い、 物を呼び寄せてそれを増やし基金をあなた方に送らない彼らは彼の地に住みその地には繁栄が与えられます神様は私たちに霊的な祝福を約束してくださったように彼らには物理的な祝福を約束されたのですこの章は偉大な予言で終わります イゼキエル書36章35から38節。この時人々はこう言おう荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった。廃墟となり荒れ果て覆されていた。まちまちも城壁が築かれ人が住むようになったと。あなた方の周りに残された諸国の民も主である私が覆されたところを建て直し荒れ果てていたところに 木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行う。神である主はこう仰せられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど性別された羊の群れのように、霊災の時のエルサレムの羊の群れのように廃墟であった町々を人の群れで満たそう。この時彼らは私が主であることを知ろう。 この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになったと書かれています。言いたければそういうこともできるでしょうが、今日このことはまだ真実ではありません。この時彼らは私が主であることを知ろうと書かれていますが、今日イスラエルの人々はこの方が主であることを知らず、アメリカ合衆国でも世界でも人々はこの方が主であることを知りません。でもその日が来ようとしています。イスラエルがこの方が主であることを知る日が来ようとしているのです。